結局キサラ戻ってこなかったね。いつの間にかいなくなってたな。どこに行ったんだか。これからこの国はどうなるんだ。本当にダナ人とレナ人がうまくやっていけるのか。結局俺たち大したことしてないよな。この国にも壁はあった。だがここの人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあアルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん？じゃあ僅差の猫のこと泣かせたわよ。ええ、彼の分まで私が。来たようだな。ザーレの世話をお願いね、ラギル。ええ、あなたも気をつけて。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを。共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちはその夢をあまりに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪だから。兄さんは死んだ。ミキューダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられたものではダメなんだと思う。それが何なのか私はもっと考え学ばなければならない。だから俺たちと行きたいと。そうだ。それに私が外で戦えばそれだけこの国に対する脅威を減らすことにもなる。君は私を殺したいものだと思っていたが。あなたには感謝しています。それは本当です。恨みもしません。ですがもう使えることもしません。私は私の信じた夢のために戦います。どうかあなたもあなたを信じた者、そして今なお信じる者のために戦ってください。ティオハリム。わかった。私ももはやスルドではない。なんかいきなり大所帯になったな。それで次はどこに行くんだ。ミハグサール、ヨモの風集う谷。おニョッキのレシピ、はずつみ焼きのレシピ。へえ。お誰？アルフェンダー、自由への同志。おお、 AG 最大値1個増えた。なるほどね。
あれ挨拶したっけ。はい、どうも皆さん、マルチゲームクラン本部に所属しているからと申します。ということでテイルズオブアライズ続きをねやってきたと思います。すーげえあの人オーラ守っとってるはい、ということで無事にテュオハリム、お、すーげえ大状態だねすごいいっぱいいる、テュオハリム、シオン、あ、嘘ついて、テュオハリム、リンベル、アルフェン、シオン、ロウ、キサラだね。おー、すごい。さっきのムービーの終わりにリンベルがチラッとこうなんか言いたそうというかなんか考え事をしてる感じがするんだけど、大丈夫だよね。最後の方で裏切ったりしないよね、リンベル。リンベルが本当の、本当のマジの黒幕とかじゃないよね。で、じゃないことを願いたい。これから行く街に対して何か嫌な思い出があって、ああいう顔をしたのか、まあ、そういったことで考えておきたい。さあ、とりあえず。クルルに反応あり。ミハグサール。五両もいよいよ四つ目ね。次はどんな鋭が待ち受けてるんだろうな。どんなやつだろうと。立ちはだかるならぶっ倒すだけだぜ。テュオハリム使ってみよう。容赦しないわよ。なるほどね。そうか、ヒール持ってるんだね。あれ、うん、あれだ、変えてないよ俺。ただ武器に必要な欠片が揃ったか。おお、嬉しい。じゃがいもいいね。ちょっと練習してみよう。無作法やすぎるな。敵の炎症を妨害されたか。マグナロック分第一の元に刻まつけ。エアプレッシャー。こいつ。強っ。止めるためにこの盾がある。分かった。任せたぞ。ここだ。テンペスト。マグナ。テンペスト。おお。順調順調。あんまり気を抜かないでよ。炎症時間が短いと嬉しいかもな。あ、ちょ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 、尻尾、全然見えないや全然見えなかった。森もにぎわってきたかな。ちょっと練習した方が。攻撃あるのみ。テンペスト、ロードテンペスト、大地の元に刻まつけ。そこは簡単だ。狙いすぎだろ俺。地の精霊術だ。ロックブレイク。間違えた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 。おー、致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。ダノの霊という文化もない。レナに言うようなものはね。おお、楽しい。力の差は歴然だというの。すがすがしいまでの余裕ぶりね。なんだなんだなんだ、何？こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか。それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだあまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。釣りができる。監禁アイテムなのか。すごーい。どうやってやるの。あBGM ないの。あそこなんかどう。そうだな。ルアー投げる。
狙ってみるか。はっ、どうぞ。これは。来た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 。はい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 、イエス。あ、はい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 、同じ矢印と同じ方向ね。いい、オッケー。負け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 で負け負けで。はい、来た。はい、ダブル。よし。あ、来た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 。おお、何やってたの。やったぞ。にじます。だから釣りはやめられない。激闘を制したって感じ。フォークスビルトラウト、すごい。え、食材これでさ、いけるんだったらもう一生これでよくね。あ、来た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 。あ、来ちゃった。あとはもう一個くらいやってみる。来た。はい、来た、ダブル。よし、よしよしよし、左左左左、はい、左左、あ、来た。はい、いい、ガヤ。もうちょい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 。はい、逆逆逆、はい、ダブル。よし、まあこんなものか。うん、うまいものね。すごーい。え、楽しい。もうちょっとやっていい？もうちょっとやっていい？ BGM ないな、寂しいね。と、さっき跳ねたところでもいいな。わからないか。9と E でそれぞれあるんだ。ただ闇雲に9と E をやればいいって話じゃないんだね。気配が消えたぞ。難しい。全然釣れなくなっちゃった。どうしよう。ああ、9と E 以外でもあるんだ。なるほどね。はい。おお、はい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 。すげえ、すんだり来るじゃん。これ違うやつじゃない？次はもっと大きいのを釣りたいものだ。ダナバス。お疲れ様。え、もう一回最後だけ。いや。来た。これは期待できそうだ。おお、マジ？なんか。演出来たよ、演出。演出が今キラーンって入って、キラーンって。はい、来た。はい、来た。来た。はい、来た。よし、でかいんじゃないかこれは。予想。お、でけえ。大きさだ。まさに激闘を制したって感じだな。でけえ。こればっかやってるとね。と、楽しいけど。こんな具合だ。なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ。すまない。つい没頭してしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと、地域が違えば住む魚も違う。
相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど。反応するな、反応するな。価値はありそうね。すごい反応し方。食べることに釣られた。食べることに釣られた。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、わかったよ。おう。もう釣り親父。へへへ。すごい、ありがとう。ミキューダの釣り竿。ビギナーズホッパー。お、釣りのいざないクエストクリア。お、誰来たのか。グッドアングラー、すごい。なるほどね、気をつけないとね、釣り動画になるからね。釣りで終わってしまう。お、なんだ、大丈夫か。大丈夫か。改めて自由時。あ、え、何、どうした、どうした、どうした。なあ、うん、あの二人さっきからずっと一言も口を聞いてないぜ。やっぱり気まずいんじゃない。ミキウダのこととかいろいろあったし。まあ、気まずいのこっちだっての。この空気いつまで続くんだ。そう思うなら言ってみればいいじゃない。俺がかよ。なぜ並んで歩くの。担当直入に行きやがった。聞きやがった。キサラのことかね。気づいてなかったの。ヴィスキントを出てからほとんどそうだったわ。習慣だろうな。いつでも守れるようにそばに立つ、そういう日常だった。この衛兵だったな。けどデュオハリムなら自分の身くらい守れるんじゃないのか。護衛とは必ずしも対象が弱いから行うわけではないんだ。とはいえ彼らの指摘も最もではある。私はもう君の主ではないのだから。それが習慣で本人が違和感ないって言うなら別にそのままでもいいんじゃねえのか。でも使えてないのに護衛するなんてなんか変だよ。そうだな、いろいろなことが変わってしまった。ならば新しい状況にふさわしい関係というものもあるのだろう。少し考えてみたい。構いませんか。もちろんだ。だからそうやっていちいち許可を求めるのが変なんだってば。やはりどうしても習慣になっているのだな。少し気長に見てもらえるとありがたい。おお、なるほどね。まあしょうがないよね。ほら、簡単に言うと職業病なようなもんだもんね。俺もほら保育士だったからいろいろ職業病あるもんでさ、それをすぐ「はい、じゃあやめてください」って言われても無理だもんだからね。なんだ、ジロジロ見て。キサラの鎧はコノエの制服なのよね。そうだな、自分用にいろいろと調整してあるが。背中大胆ね。コノエたるもの、決して敵に背は見せんという覚悟の表れだ。その分軽いし手入れも楽だしな。ふん、デュオハリムはどう思ってるの。服装についてはおのおのに任せている。ローは、え、なんで俺に聞くんだよ。びっくりするよね、それはびっくりするわ。小麦欲しい。あ、小麦、待って、小麦6個も使うの。おかゆゲット。せっかくならね、デュオハリムと話してみよう。付き合ってくれるか。どんな話になるんだろう。メナンシアのことが心配なのか。なぜそう思うかね。キサラと何か話していただろう。盗み聞きは感心しないな。悪い、でも内容までは聞こえなかった。二人きりで話していたからてっきりそうかと。私は役目を放棄した元スルドだ。今さらあの国について指図できる立場ではない。キサラもそれを承知で意見を求めてくる。私はもう彼女の主人ではないというのに。
むしろ主人じゃないからじゃないのか。仲間としてあんたの見識を当てにしてるんだ。それは考えていなかったな。あんたは時々妙に抜けているな。学人など得てしてこんなものだ。それを精霊力だけで選ぶからおかしなことになる。だが自分なりに鋭として務めようとはしたんだろう。無論学びはした。統治のためというより生かさず殺さずのためといった体のものだったがね。私にしてみればその全てが吐き気を催す苦痛と死につながっていた。だから何もかも上辺の音楽で覆って聞こえないふりをした。愚かなことだ。だが踏み出したじゃないか。そうだな。道は暗いがともかく踏み出した。穴が待ち受けていないことを願うばかりだ。おお、見張りを頼む。